ローマン・ハウラマは、ポーランド出身で、オーストリアに没した現代音楽の作曲家。ポーランドのクラクフで、ユダヤ系の家系に生まれる。1937年から1940年まで、クラクフで作曲を、レンベルクで音楽学を学ぶ。この機関バイオリン、哲学も学んだ。アルトル・マラフスキー、アーチャー・メロワスキーと、ユゼフ・コフレル・ヨゼフ・コホラーの生徒であった。 1947年から1950年まで、クラクフ放送局に勤める。1950年にイスラエルへ亡命し、1951年から1957年まで、テルアビブ音楽院で教えた。1957年にパリに渡りデビューした後、生活の安定を求めて1973年からウィーンで亡くなるまで教鞭を取る。ラマティは、 久保真ヤ子やベアート、フラー、安倍京子、土井勝幸などの優れた更新を指導したことでも知られている。彼の創作作品はおよそ4期に分けることができる。イスラエル亡命当時は十二音技法と先方性を接中した創作であったと聞かれるものの、その当時の作品のほとんどは破棄され、音源は大変に希少と伝えられている。彼は、 ダルムシュタット書き講習会で行ったレクチャーとコンサートにて図形楽譜の提唱者として歴史に刻まれた側面が強くシェイクスピアのためのモビール等の諸作品で浮動する楽譜のあり方を模索した。後にこれらの図形楽譜は演奏者による解釈の相違やトラブルを招き次第に運動全体は縮小を余儀なくされる。ハウラマの様式が真に 個性的な響きへ到達するのは、その20年後であった。生涯にわたって追求したのは、新しい形式であり、前衛の時代には一世を風靡した美しい図形楽譜で作曲されていたものの、前衛の停滞以後はそのキャリアを活かしたユニークなアンサンブルの追求へと向けられた。弦楽史重奏曲第2番はその頃の作品となる。そして彼は、 同一テクストの複数のバージョンを、同数の奏者が順序をまちまちに決めて、同時演奏という思考の真髄に到達し、鏡、聖堂といった最高傑作を残した。鏡では、全曲のように、鏡の割れるような暴力的な音が4回なるシーンがあり、その都度シチュエーションを変えて鳴り響く瞬間が白尾である。1九百十年代生まれの作曲家は、多様な様式を渡り歩くごとに、 苦悩の跡が表面化する悲劇的なケースが多い。しかし彼は常に単一の強烈なコンセプトを持って創作に臨んだため、どの時期の作品にもほころびがない。そのためか一種の音響オブジェのような様相を帯びることになり、苦悩やドラマトゥルギーが払拭された緻密な構造物という印象が強い。ラマティはポーランド、イスラエル、オーストリアと諸国を渡り歩いたが、 現在、オーストリア音楽情報センターと、ポーランド音楽情報センターの両社で全作品の検索が可能である。どちらかというと、後者の方が精度が高い。ありがとうございます。